Aim high, yeah. Don't cry, fly high. My dream come time. I keep going high, yeah. はい、皆様こんにちは、ショウです。今日はショウが何で金を稼いでるかについて話していこうかなと思います。なんせね、もう今日眠くてね、仕方ないんで、こうなんか喋りながらね、運転しないと、これはもう、居眠り運転しちゃいそうだわと思って。ということで、今日はね、金儲けですね。何で金を稼いでるか、メイクマネーしてるかを喋っていきます。まあ、その、年その年でね、結構変動するんだけど、やってることは俺の場合は、まあ、ここ最近の話をすると、まず一つ目に音楽ですね。音楽、ラッパーとして稼いでますね。うん、まあやっぱりまずは結構こう10年ぐらい前に出した曲で、まあ12年以上前から、 Never Give Up っていうね、曲が最近になってね、また広がってきたりとか、あと10年前でした、 Even If It Ends って曲だったりとかも、はい、いい感じで、まあ、テイクオーバーしてたりとか、あとは Live For The Moment っていう5年ぐらい前に出した曲かな。それなんかもね、フジテレビ、実はね、あの曲は Live For The Moment っていうのはフジテレビと契約を結んでね、あの曲を出してたりとか、あとはその後くらいに薬物はやめろ、そしてその後に坊主にひげ、ババババレンシアが、うん、まず最近出してるね曲で、ゴミライダーって曲もいいしね、あと職質カーパスだね。職質カーパスは今多分俺の出してる曲の最近だと職質カーパスが一番売れてるんじゃないかな。うん、あと目立ち屋って曲とか、とにかくね、そのみんなはこう一発屋とかっていう見え方もあるかもしれないんだけど、まだまだ曲いっぱいあって、売れてある程度スマッシュヒットっていうしてる曲がいっぱいあって、だから結構ね、やっぱ曲の収入が多いですね、僕の場合は。うん、ただまあ僕が目指してるね、ヒット、俺が目指してるヒットっていうのはね、まだ1曲も埋めてないんで、まあ、僕自身まだまだそこはこれからだと思ってるんですけど、だからまず一つ目に、まあ、音楽、ラップ、そしてあとはあれですね、やっぱりこうライブとかもね、もうかなりね、もうここ 3,4 年はずっとね、いろんな日本人いろんな場所に呼んでいただいてね、はい、やっぱりライブでの収入もね、結構やっぱそれもありますよね。でまあ大きく分けて、だから一つ目が音楽ですね、はい、で二つ目がアパレルですね。まあだからその一つ目に、まあ自分のレーベルもやってるんで、スタイムスタイレコーズっていうね、でその事務所をね、今三郷にやってたりとかしてて、結構広めの事務所ですよ。で所属アーティストは一人、ショーのみっていう形で、はい、自分を売るためにしっかりと事務所を借りるというね、そういう徹底ぶりをねやってるんですよね、はい、自分で自分を売り込むためにチームを作り売り込んでいくっていうね、なんともナルシスト、うん、まあ、それでいいと思ってます、はい、まあ、そこぐらいまでしないとね、突き抜けることはできないんでね、はい、で2つ目ですね、2つ目がアパレルですね。でまあその新事務所を作ったのも、まあ、アパレルでやっぱりこうネットショップなんかも強化したくて、ってことは当然商品なんかもね、ある程度こうストックとかもう置ける場所が、ね、必要だってことで、まあ、事務所なんかも借りたんですけど、広めのね、でアパレルをやってまして、でまあインターネットがメインなんですけど、まあ渋谷にもね、完全予約制のアパレルショップをね、やってたりとか、まあほぼほぼそこはもうマネージャーに任してるんですけど、ただ店のねメンテはしてるんで、まあしっかりこう新商品を入れたりとか、新しいデザインのものをね、まあデザインからね自分で考えて作ったりとか、まあもちろんね、そのショーのそのグッズみたいなものはね、そのあるベースにね、こうプリントしたりとか、そういうものも結構グッズみたいなものも多いんですけど、もうゼロからね、生地からパターナーからね、しっかり考えて、こうして自分がデザインしてやってるね、ものとかもあったりするんですよね。まあ代表的なもので言うと、 S タイムのブランドで言うと S タイムジーンズってあるんですけど、
それは2012年からねこうやり始めてて、だからもう初めても8年ぐらい経つんですけど、で秋田のね工場でこう作ってるんですけど、まああの震災後だったんでね、まあこう東北の方でね何かこう力、うちのSタイムでも力なんか盛り上げられたらなと思って、あえて東北の、はい、工場を選んでその後作り始めたんですけど、でもやっぱりソルジャーボーイだと世界のね本当にこうビルボードチャートもずっとね何週もトップにいたソルジャーボーイなんかもね、うちのSタイムジーンズを履いていただいたりとか、そういうのも結構大きくて、やっぱデニムが最初結構売れ始めて、まあ、そこからね今だとバックパックだったりとか、あ今ねこれ首にしてますけど、これあとちょっと車止めた時に見せるけど、まあネックレス、まあこれはね本当そういうあのシルバーとかなんですけど、今だとちゃんとした金でね作ってるジュエリーだったりとか、もうジュエリーなんかも展開してますし、はい、気になるよねこれみんなね最近これしてる、ちょっとこれは後で紹介します、しっかりだったりとか。なんで2つ目がアパレルですね。自分のブランドを S タイムっていうブランドをやってて、はい、そこでの収入。それで次3つ目ですね。3つ目はねこれはねちょっとね言えないね。うん、3つ目の収入はねちょっとタイミングが来た時にみんなに話そうかな。俺の三つ目の仕事はね、ちょっとね、みんなにはまだね、早いかな。三つ目。ね、で、四つ目もあるんだけど、四つ目の俺の仕事もね、まだみんなには教えられないかな。そして、五つ目ですね。五つ目にね、今これ、多分こう、この動画もね、アップされてると思うんですけど、YouTube かな。ただ、まあ、YouTube の収入なんていうのはもう、もう僕にとって YouTube っていうのは部活動ですから、あのもう収入とかねそんなのはもうないですよ。あの他のそのアーティスト活動だったりとか音楽の活動だったりとかブランドに比べたらもうその YouTube の収入なんていうのはもう僕にとってないみたいなもんですよ。はい、まあ、これ前にも説明したかなと思うんですけど、例えば、まあ、僕結構イベントオーガナイズもね、まあ、最近はやってないんですけどオーガナイズもやってたりとかしてて、ずっとあの一切自分出演しないですよ。出演者を出して裏方でオーガナイズを3年くらいね、渋谷のパスリゾートグランデってところでやってたりとか、あとはその前はね横浜の結構いろんなところでイベントのオーガナイズをねやってたんですよね。はい、でやっぱりその俺のイベント自体もねやっぱ赤字を食らったことはね、一発目はね赤字食らったんですけど、もうそれ以外はねもう硬かったですねやり方が。だから例えばですけどイベントオーガナイズにしても、じゃあチケットをねじゃあ3500円で、はい、まあ、じゃあで、まあ、ドリンクをねちょっとクラブにしたとして、じゃあ3000円としてね、はい、チケットで、まあ、300人集めますとしたら、それだけで90万なわけですよ。90万、はい、でそこからクラブの費用や何やら払ってもねもう50万ぐらい残っちゃうんですよね。だからまあ本当にその人をね集められたりとかするとね、だって1日で50万ですよ。まあもちろんそれまでにいろんな準備だったりいろんな能力だったりはいりますけど、はい、でもそれもやり方次第なんで、イベントやってる時もね、まあ、ただね例えばクラブ借りるにしてもね30万とか20万とかかかったりするんで、都内だったら30万ぐらいかかったりするんで、じゃあお客さんがね10人しか来ませんでしただったらね、じゃあチケット3000円でさ、じゃあ3万円ですよ。じゃあ30万だったら27万赤字ですからね。でも結構ありますよ。その10人とかさ、まあ10人はないにしても20人、30人しか入ってませんっていうね、イベントなんかもありますんでね。そしたらやっぱオーガナイザーはそれで一気に27万赤字食らうわけですから、リスクもあるんですよね、イベント打つのも。だから、本当にそのノウハウだったり、やり方だったりとか、その、ただイベント打つだけでもね、人は入んなかったりするんで。ただ最近僕はあのオーガナイズはやってないんで、もうここ5年ぐらいは一切そのイベントのオーガナイザーってのやってなくて、まあそれはちょっと一つに絞ったですね。イベントのオーガナイザーとアーティスト活動、二つはちょっとさすがに厳しいなと思って、で、まあそのクラブとかに関してはもう出るだけ、出演だけっていう風にしてから、
まあ、そこはすごくスマートになってきたかなと。ただまあ、延期になったね、4月10日のワンマンライブですね。まあ、6月の6日にやる予定だったんですけど、2020年の。それが2021年の4月の10日に延期になったんですけど、そのワンマンライブはね、自分主催ですからね、S タイム主催で、あとはまあ S タイム の, あのメンバーにも手伝ってもらいながらね、スタッフと、はい、やって、まあなんとか成功させたいなと思うんで、だから僕が主催するイベントっていうのは、2021年の4月10日しかないですからね。はい、まあ、ただそのイベントも本当あのガンガンクラブの、まあ、クラブでみんなね楽しめる音が多いんで、あのバババババにスティアガとかね、ボーズにヒゲとか、本当たまにフェンディだったりとかね、うん、はい、俺に買ってランボルギーニだったりとかね、本当結構クラブバンガーが多いんで、だから結構クラブに呼ばれるですね、俺は。フルバーのみんなもみんな楽しんでるからね、ライブしてて、うん、ってことなんで、だからまあ、大きく分けて皆さん僕の収入賞は何で金を稼いでるかっていうのが分かったと思いますね。だから1に音楽、2にブランド、まあ、これがメインですね、はい、で3、4はちょっとまだ教えられない、で5に、まあ、本当これは部活動レベルの YouTube、うん、大した収入ではないですけど、はい、まあ、でもこれはまあプロモーションの一つのツールとしてね、僕はあの部活動感覚でやってますね、はい、あとはまあみんなあの面白いの好きじゃん、うん、だからまあみんなをねちょっとでもこう笑顔にできたらいいかなみたいな、うん、まあ、そういうのも込みで、はい、やってますね、はい、まあ、でもあとはその、まあ、ガチでやってるのがたまに出すっすね、たまに、まあ、最近ちょっとそのオリジナル曲っていうかそのシングル的なのは出してないけど、たまに出す俺の本気のプロモーションビデオ、まあ、それはしっかりこう見てもらうためにもやってるっていうのもありますけどね、はい、って感じですかね、はい、でちょっと車今あの前しか 見てられないんで、車止めて、車止めてからね、あのこのジュエリーの方はねちょっと紹介したいと思います。はい、どうだったでしょうか。ということで、さっきもねあの話してる最中にこう出てきましたけど、これがね僕がプロデュースしてる S タイムからのね新作のネックレスになります。これね、なんとね、ここのメダル部分はなんとシルバーっすよ。はい、かなりグラムも多くて、裏には S タイムってこう刻まれてるんですけど、これ直径5センチで、なおかつこれ5ミリあってね、結構重いっすね。で、チョーカーで、このネックレスの部分はあの金属アレルギーの人とかね、そういう人たちのことをね、あのちょっとこう考えて、あの医療機器とかでも使われたりしてるね。これステンレスですね。ステンレスなんで、こう汗なんかでも色がねこう変わることもなく、肌にもね、はい、優しい形でね、ここネックレスはねステンレスを使用してます。で、後ろでねあの調整できるようになってますね。でも詳しくはね、あのもう S タイムネットショップにて予約をね、予約注文を開始してます。で、発売が2020年の7月10日から発売になって、で、もう現時点でね、あの予約注文の方、ただ初回分はね数に限りがあるんで、あの本当に早いもん勝ちになってしまうと思うんですけど、で、この大きさで、もうシルバーもこのグラムがあって、金額もね、今回10万切ってます。はい。なんで、まあ、早もん勝ちですね。かなり抑えました。で、まあ、今回コンセプトがね、まあ、自分がしたい、こう、ネックレス、みたいなコンセプト。前回はね、やっぱ金でね、本当に18金を使う、計18を使ってるんで、本当にもう、こう、大きさはこれぐらい、こう、小さめなんですけど、結構ね、もう二十何万とか、する形になってるんですけど、今回はね、まあちょっと10万を切って、まあ結構大振りでみんなにしてもらえるようなね、まあ結構こう夏なんでね、これ1個でね、もう本当にもう無地 T にこれ1個でもうハイファッション OK みたいなね、そういう分かりやすいね、あのインパクトのあるものをうちの S タイムからも出したくて、はい、まあもう一回言いますけど、自分がしたいジュエリーってものね、今回作りました。で、これは、まあ、下の詳細欄にね、S タイムのね、ホームページを載せておきますんで、そこからね、クリックしてもらって、はい、注文の方、したい人はね、してください。はい、ということで、今日のね、ショーの YouTube 最後までみんなご覧になっていただきありがとうございました。今日のね、動画が面白かったと思う人は、高評価、そして、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではね、次回のショー、YouTube もお楽しみに。Don't miss it.
バイバイ。今よりもさらに高く、この悔しさ明日に生かす、捨ててから俺はみ出す、今に見とけさらに光る。俺が病院ベッドの上で涙を流し頭を伏せて、こんな姿誰もわからない、わからなくても構わない、自分の心に刻まれてるから。